ス歌舞伎座ではこちらの片岡仁左衛門義経千本桜都会や大幕の裏が上演されています。これは一世一代と言いまして、もうこれが最後ですよっていう公演になりますね。ということで私も何回か見るんですけども、今日はねそこから下座音楽を弾いていきます。で、今弾いてる曲はこちらの歌舞伎音楽修正でも浜唄の代表曲として紹介されている磯の名っていう曲ですね。海辺の感じでよく使われるんですけども、うまく分けがこの曲は歌付きで弾かれて、そして芝居になるとこういうねゆっくりした感じで弾かれて、なんとものどかな感じになるんです。で、まあ、この物語は死んだとされている平知盛が義経に復讐しようという話なんですけども、で前半の都会屋っていうシーンはこの知盛が海鮮丼屋の主人銀平に化けているよっていう設定ですので、このアイヌの民族衣装の淳っていうのは羽織ってこう傘を差してね、スタ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 っと花道を浴びて登場なんですけどね、それがもうねとてもかっこよくて、いつ見てもああもう本当に今日来てよかったって思いますね。そして義経を船で渡すっていう感じで船におびき出して、自分は知盛の亡霊だぞということで、この白い衣装を着て海で襲って復讐しようというふうに考えてるんですね。ところが義経にはその戦略がバレてるわけですね。ということで大物の裏では悲しい流れになってきます。そして、まあ、負け戦ですから知盛がこういう血まみれの状態になって花道から登場してきます。本部隊に戻って、まあ、敵は蹴散らした後でよろめきながらこうドーンと岩のあるね本部隊にこう向かっていくんですが、そこからですねとてもいい知盛の相方というのになりまして、こちらですね。で、これは一下がりという音階でして、それだけでちょっとこう物悲しいんですね。それがなんかこうジーンときましたね。これが5本の本調子で、一下がりはこのように下がります。間にも敵が来てやーとかってね追い払ったりするんです。そして敵がいなくなったところで自分の矢を抜いて喉が渇いたということでこの血を舐めるっていう壮絶な何とも言えないシーンがあるんですけども、そして曲が終わったら我が君様助の壺ねって言って必死になって探すっていうところにつながるんですけども、立ち回りも苦しそうですけど、この呼ぶ声がね、なんともこう切ないんですよ。そうこうしているうちに、義経が安徳天皇を抱いて出てくるんですね。で、えって感じですけども、義経が語るときに、こちらの曲、肥前節がかかります。
義経がとうとうと、まあ、戦略は分かっていたよみたいなことで喋るんですけども、知盛はまだ悔しがって、生き返り死に返り復讐してやるって言ってるんですが、まあその安徳天皇が、長々の回復は措置が情け、今また我を助けし義経が情け、あらに思うなっていうね、言葉をかけて、まあその安徳天皇が助かるということで、で、今までのドロドロした思いが収まって、こう海に身を投げに行くんですけども、そこに、後ろにある岩に登るんですけど、そこでこの千鳥が引かれたんですよ。あっと思いまして、これがね、また胸に迫ります。で、ここは太竿なので、中竿のお三味線で低い音、二本の本調子というので弾いています。そして最後有名なシーンで、こういう風に縄に身を巻いて、この怒りをね、後ろに投げて、そのぐる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 縄が落ちていって、最後にボーンと跳ね飛んで降りるんです。もうここでもう拍手がね、もう爆発する感じですね。やっぱそれまで、後半の大末の裏は、その安徳天皇が受水するとか、立ち回りとか、本当に苦しいシーンが続いてるんですけど、ここでなんかある意味、こう、宙乗りよりももっと何か心が爆発する感じで、この壮大な物語が終わったっていう感じになるんですね。最後、義経が安徳天皇を抱いて花道を去っていくんですけど、ここで、先日弾きました一丁入りの相方が弾かれます。と思ったのはこういうところで使われてたんですね。そしてこれで終わりかと思うと、また便器が出てきて、このホラガイを吹くんですね。それがまたジーンとしまして、同じ一丁入りで花道を去るということですね。ということで、物語としての見せ場も多いですし、子役もね、梅子の子供の大川博春くんですか、もうとてもいい声ですごく場を占めてますし、高太郎の前半の妻としての織湯もいいですし、安徳天皇の乳母としてのね、助の局としてもとてもいい。見どころはね、いっぱいの芝居になってます。まあ、こういう時期ではありますが、行ってみようという方は、ぜひお勧めいたします。見逃せない舞台です。以上です。